こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ペロシ下院議長が韓国を訪問したのに休暇を理由に会談を断ったユン・ソギョルですが、エリザベス女王の国葬に参列するために英国に行ったのに弔問をキャンセルしたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。エリザベス2世女王の葬儀に出席するため英国ロンドンを訪れたユン・ソギョル大統領が、チャールズ3世国王が主催するレセプションに出席し、英国、米国、カナダの5泊7日の公式歴訪日程に突入した。ユン大統領は、自由と平和の守護者として一生献身した女王を忘れることはできないと哀悼の意を表したという。ユン大統領夫妻は、チャールズ3世国王夫人のカミラ王妃、ウィリアム皇太子、ケイト・ミドルトン皇太子妃などとも挨拶を交わしたという。ミドルトン皇太子妃は、この席で韓国に行ったことがないので、招待してくださるならば、いつか一度訪問してみたいとし、チャールズ3世国王も、かなり前に訪問したので、もう一度行ける機会が許されることを願うと話したと、キム主席は明らかにした。チャールズ3世国王は、1992年に韓国を訪れたのが最後だ。ユン大統領はこの席で、英国のリス・トラス新首相、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、欧州連合 EU のシャルル・ミシェル常任議長、ドイツのフランク・バルター・シュタインマイヤー大統領、天皇ら各国の指導者らと歓談した。ユン大統領は、バイデン大統領夫妻と会い、米ニューヨークの国連総会で、再び会うことを約束し、天皇などと挨拶をした。ユン大統領は、当初、晩餐会に先立ち、韓国戦争参戦記念碑に献花し、エリザベス2世女王の冠が安置されたロンドンウェストミンスターホールを訪れ、弔問する計画だったが、現地の交通統制で移動が難しくなり、計画を取り消した。その後開かれる女王の葬儀には予定通り出席する。それでは、ネットの反応です。弔問に行って弔問せず、かっこ、笑い。本当にどう狂えば、どれが可能なのか？交通統制みたいなこと言ってるな。他の国の VIP 弔問写真は、一つ二つ上がってきてるけど、韓国は、骨格が、すごく奈落に落ちるんだね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけると、とても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。